松の山温泉の露天風呂松の山温泉は、新潟県十日町市松の山にある温泉。積雪が4メートルを超えることもある国内有数の豪雪地帯に位置する。放酸含有量は日本一で1リットルあたりの含有量は349.5ミリグラム。メタ計算も豊富に含む。2011年の長野県北部地震の影響で、 源泉の油量が減少し新たな掘削も行っている。山間の温泉ながら塩分濃度が高く、太平洋戦争中は塩の採取も行われていた。新潟大学の大木、佐藤らは約1000万年前の化石海水が、死圧によって湧き出してくる、ジオプレッシャー型温泉である、としている。群馬県の草津温泉、兵庫県の有馬温泉とともに、 日本三大薬湯と呼ばれているほか、日本経済新聞の日本百名湯にも選出された。当時宿を含めた十数軒の旅館や飲食店、共同浴場、高野湯、足湯などが連なる、小規模な温泉街が形成されている。100年以上の歴史を持つ旅館、国の登録有形文化財となっている旅館もある。温泉街に隣接して、小正月には、 無粉投げ墨塗りの記載が行われることでも知られる、薬師堂や、不動滝といったスポットがある。また、日帰り入浴施設、ナステビューユの山も設けられている。温泉街から離れた場所にある、うさぎ口源泉は、松の山温泉と同室の源泉が流出することから、松の山温泉に含めて紹介される場合が多い。うさぎ口地区には一軒宿の旅館がある。かつては、 市営の共同露天風呂の緑の湯が営業していたが近年老朽化により廃止となった。2010年度から温泉熱を利用したバイナリー発電の実証実験が行われている。合わせて河川水と温泉熱を利用した小説パイプの付設が行われ、その際の温泉街の景観づくりを含む一連の取り組みが2017年にグッドデザイン賞を受賞している。 これらの設備には、摂氏98度という高い源泉温度と、毎分 100L 余ると言われる豊富な油量が生かされている。2019年には発電のための新会社が設立され、2020年に出力 210kW、年間発電量124万 kWh の発電施設が完成した。平家油電説によれば、約700年前の南北朝時代に高が温泉で、 傷を癒していたところを発見したとされる。温泉地にある源泉の一つはこの平家湯伝説に、ちなんで鷹の湯を名乗る。上杉謙信の隠し湯とも言われている。江戸時代の諸国温泉行能館にも記されており、越後国の5つの全頭の中で筆頭となっていた。レンタカー店は、越後湯沢駅周辺や東日、町駅周辺、飯山駅周辺などが最寄りとなる。 美人林。温泉発着の散策体験ツアーも多く開催されており、冬季にはスノーシュー体験も開催される。内陸の豪雪地帯に位置しており、美人林と呼ばれる胸林や棚田など里山の自然を生かした周辺観光が行われている。また、大地の芸術祭の里として様々なアート作品が点在する。ありがとうございます。